こんにちは、今日から俺は YouTuber 3位ジムの鈴木健一郎です。今日はハマー君にちょっと初めてのフットワークっていうのをちょっとお伝えしたいなと思いまして、じゃあちょっと構えていただいていいですか。ハマー君、じゃあフットワークをちょっとやってもらっていいですか。はい、スタート。はい、いや、もう慣れてきましたら、なんで途中でやってもらったら、慣れてきましたら、前後ろ前後ろだけだとやっぱりちょっと分かりやすいんで、上下に上下もしくはもうその場でちょっとフットワークを取れるようにしてください。はい、じゃあこのまま、じゃあ構えていただいて、この状態から前後ろ前後ろいけますか。そう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 、前後ろ、はい、で、この動きがフェイントにもつながってきますので、そうそうそう、じゃあ次、前にステップイン2本、バックステップ2本、どうぞ、前、前、後ろ、もっとリズムよく、トン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 、そう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 、はい、OK、じゃあちょっと増田さん見ていただくと、増田さんやっていただいていいですか。60歳とは思えない力の抜け方で、めちゃくちゃ力抜けていいフットワークを感じます。じゃあ浜田君、ちょっと力が入ってますんで、力抜いた状態で前へ前へ、そう、出てきたら構えもいいですか。そう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 、顎見て、前見て、で、OK です。で、中には今、浜田君はもう運動神経がいいんでスムーズにやってくれたんですけど、なかなかこの前前後ろ後ろっていう動きができない人がいます。そういう人は反復横跳びを思い出して、この反復横跳びが前を見てもらうとリズムになりますんで、できない人は反復横跳びの姿勢から構えに戻してもらうといいと思います。そうです、そうです、そうです。このステップイン2本という動きがすごく実践的でして、かわいくもらっていい？ステップイン、すぐバックステップいいよ、そうそうそう、 OK です。なんかこのバックステップだけしてると進められることが多くて、バックステップ2本を役に立つので練習してみてください。ありがとうございました。はい、こんにちは、今日から俺は YouTuber 最初の鈴木健一郎です。入会2ヶ月目の2ヶ月目